アーサーのターン・ワザリング冒険は、アーサー王物語の一つ。中英語による、党員法による、下物語であり、702行からなる。タイトルに、アーサーと入っているが、実質的な主人公は、アーサー王の老いがアウェイン教である。この物語は、カンバーランドにおいて14世紀後半から15世紀初期に、作成されたと考えられており、当時は、 かなりの知名度があった。現在では4種類の写本がイングランドの各地に残っている。詩は13行からなるスタンザで構成されており、そのスタンザは基本的にアボババブクドックのリズムによる4行の投印文から構成される。投印法は中英語の詩においては非常によく使われる技法であり、全体の半分以上のものは3行でなく4行からなっていた。 アーサー王のターンワザリング冒険の冒頭のスタンザは以下の2で13行のスタンザが4行、4行、3行、2行の文章からなっている。フランスの写本により15世紀初期の鹿狩り。物語はイングルウッドの森での鹿狩りで始まる。このように変則的な13行からなるスタンザで党員を踏む形式は中英語の詩にはよく見られるものである。 題名と内容が異なっているのが特徴的でアーサーの冒険と銘打っているが物語の焦点はガウェインに当てられている物語はアーサー王たちが狩りに出かける場面から始まるターン・ワザリングの湖作中での中英語表記ではターン・ウェスリンこの湖はかつてはそこで生息する恋により有名であったが1850年代に大規模に干上がり 1940年代には消滅してしまった。ターン・ワザリングの湖において、ガウェインとグイネビアは、恐ろしげな幽霊に遭遇する。その幽霊は、グイネビアの母親であり、生前彼女が犯した不倫と傲慢の罪により、罰を受けているというのである。ガウェインとグイネビアの質問に答える形で、幽霊はより倫理的に生きること。 貧者には施しをすることなどを助言し、最終的に円卓の騎士が、モードレッドによって破壊されることを予言する。最後に、幽霊は、自身の魂のためにミサをすることを頼むのであった。このように、主人公が狩猟をしていると不意に暗転して幽霊に、出会うというエピソードは、ザスリー・デッド・キングスなどにも共通して見られる、主題である。そして、 このエピソードは、グレゴリウス一世の有名な伝説に由来するとも、考えられている。後半ではまた別の物語が展開される。ギャロウェイのガレロン教という騎士が、アーサー王とガウェインが不当に所持する領土について、抗議し、名誉ある決闘での解決を求める。ガウェインは、挑戦を受け、優勢に戦いを進め、ついにはもう一歩でガレロンを殺せるところに追い込んだ。しかし、 ガレロンの恋人とグイネビアが慈悲を求めたことで、アーサー王は戦いを止めさせる。領土問題について、円満な和解をすると、ガレロン教は、恋人と結婚し、円卓の騎士となる。最後のスタンザでは、グイネビアは、母親の魂のために、ミサの手配を行い、そして祝賀徳通から解放された魂を象徴する、鐘の音が、 ブリテン中に鳴り響くというハッピーエンドで終わっている。このように前半と後半に大きく分けられることから前半と後半で別々に成立したものが合成されたのだと長年考えられていた。特に後半の騎士道的なテーマは前半で語られた謙虚なメッセージを否定してしまうことが根拠として挙げられた。文献を編集した中世研究家のラルフ・ハンナは 前半の物語は、後半部を作った人物より、技術的に劣ると考えている。そして、その前半を作ったものが、ガレロンの物語を加えることで死を完成させたのでは、ないかと考えている。しかし、この死のディプティクを比較した、スピアリングは、前半の主題が後半に反映されていると発表し、今日では、 一般的にこの物語は一人の人物が書き上げたものだと考えられている。14世紀のカーライル大聖堂。かつては、聖アウグスチの修道会が使用していた t。この物語の作者が所属していたと思われる、聖アウグスチの修道会が使用していた。この詩の作者については、完全に不明である。写本がいろいろな筆記の方言で書かれているが、その根底には、 イングランド北西部の方言の痕跡が見られる。地理的に、ここには、アーサー王の宮廷があったとされるカーレオンがあり、またカンバーランドには死に登場するターン・ワザリングや、イングルッドの森などが存在している。そのため、著者はこの周辺の人物で教育を受けた、修道士ではないかと思われている。ここで、セイアグスチの修道会の人間はたびたび物語の、 政策に関与しており、また、カーライルを拠点としており、ターン・ワザリングに、漁業権も持っていた。そのため、著者は、イアウグス地の修道院に所属していたのではないかと、考えられる。ロザモンド・アレンは、この死のパトロンが、ジョーン・ボーフォートであったと主張している。というのも、1420年代半ばに、ドラマティックな娯楽であった結婚、あるいはまた重要な儀式である。 祝賀会で物語が構成されているからである。ありがとうございます。